PC 楽器ベースコーナー高価買取実施、下取りはさらに金額アップします。ターメリック、ターメリック、ターメリックはウコンでしょ。ウコンですねメタリック、あ、メタリックはい、PC 楽器のベース担当のカリベです。こんにちは、シワです。はい、PC 楽器エレキギターフロア新人の平林です。はじめましてということですせっかく新人の平林がいるので、はい、今日、まあ、動画初出演、はい、初出演です。で、まあ、今エレキギター絶賛勉強中だと、うん、それはあんま得意じゃないんだよね。そうです、全然わからない状態でポンと普段音楽は、はい、音楽はやってはきたんですけど、このギターに触れる機会がなかった、うん、なるほど。で、今までは他のそうですね、まあ、ボーカルとして活動してきました。なるほどね、はい、ということで、まあ、今ギターいろいろ勉強していただいてるとこなんですが、今回のテーマがギター初心者の新人スタッフが独断と偏見で選ぶ持ってたらかっこいいギター。なるほどね、はい、あの楽器を知ってしまってるもうガチガチの楽器屋店員が好きなギターとかかっこいいギターって多分いろんな補正が入ってると思うんですよ。うん、まあ、知ってる人からしたらね、そう、あのアーティストが使ってたとか、はいはいはい、あの曲で愛用とかするとか、はい、そういうの込みでギター好きなギターってなんかもう出来上がってくるじゃないですか、うんうん、スペックとかそのブランドの歴史とかでも、うん、となると、はい、一般の人から見るなんかあのギターかっこいいよね、あの楽器かっこいいよねとはちょっともう違うものになってる。はいはいはい。じゃあ若い女子スタッフがあのギターかっこいいって何のフィルターもなしに思うのって、うん、果たしてなんだろうっていう、はいはい、なるほどね。ちょっとね気になるんじゃないかな、気にしちゃう男子は多いんじゃないかななるほどね。え、じゃあボーカルやってて、なんかギターボーカルとかはやらずに、やらずにですね、うん、でも一応持ってはいるんですよ。何持ってるの？あのフェンダージャパンのなんとかダインエアロダイン、あ、そうです、ストラトね、はい、あ、そうです、はい、そうです、そうです。あの色が良くてとか、なるほどね、形がちょっと可愛くて、高校生の時に初めてバイトして買ったギターは持ってはいるんですけどあのお尻にしまい込んじゃってて、最近出してきて、まあ、限界ってちょっと言われる、弾いてると、そうですね。やっぱエアロダインは、ね、初心者さんから見て、ね、結構魅力あるんですかね。うん、初心者人気すごいじゃないですか、エアロダイン。特にあの女の子は、うん、俺の知り合いも結構女の子持ってるから。一時期すごい流行ってましたね、10年ぐらい前。うん、結構ニコ動とかで使ってる人多かった。高校生とかも超かった、ね、そう。ちょっとじゃあ、割とそのギターあんまわからない初心者からすると、エアロダインはかっこいい。かっこいいのかな。っていうのに、まあ上がるのかもしれないですよね。うん、あれなんか他にないですからね、そうそうそう、あのデザイン。で、その楽器屋で今入っていろいろ見てるわけだけども、はいはいはい、その中でなんかあのギターかっこいいよな、みたいな。はい、ある？そうですね。なんか、私こう、指板に何かが埋め込まれてるのが、何かが埋め込まれている、インレイね、インレイだね、インレイのことね、うん、あれがすごくなんかちょっとおしゃれで、こう出会ったことがないギターで、はいはいはい、あのポール・リード・スミスだったり、はいはいはい、あとグリッチだったり、なんかそのそれがちょっとおしゃれだなっていうのは、ね、そうです、こう初めてこう知ったので、かっこいいなっていう、なんかこうキラキラした目でいつも、はい、グリッチのインレイってその模様すごい渋い、ちょっと渋いところだよね。そうです、あ、二兵さんにこの間聞いたんですよ、ピストルのなってるんだよって、そうそう、牛とかね、はいはい、いろいろ、 それがちょっといい、なるほどね。じゃあ、あのツリーオブライフみたいな、ああいう花柄のツタがグワーッと彫ってあるとかよりかは、うん、はい、ああいう渋いのが結構、そうです、そうです、ポイポイポイってなってる。じゃあポールリードのあのポイポイポイ鳥さんね、はい、そうです、鳥さんね、はい、かわいいですよね、あの鳥がねこうやってあーっとしてるやつねあれでも鳥違うんですよねそう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 、鳥違うんですよね、一匹じゃないんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、あ、一匹じゃない、あれ別の子たち。どういうこと。よく見ると鳥の種類違うんですよ。そうなんですよ、指板の鳥が違う。あれ最後だってフクロウみたいなやつですもんね。あ、そうなんですか。そう、あの枝に止まってるやつとか。あれちょっと、いろいろね、こう話があるらしいんです。そうそうそう、いろいろあるらしい。あ、その鳥についてってことで
ですよ。へえ、そうですね。あと、まあ、ヴィンテージギターっていうのを初めて知ったんですよ、はいはいはい、で、はいはい、何がヴィンテージギターと言われてるのか、うんうん、もう本当わからない状態なんですけど、なんかやっぱ見てる雰囲気とかでこれだろうっていうこれじゃないのかなるほど、ね、というのが、まあ、あったりして、こう削れてるやつはい、まあ、うん、ボラってね。そうです、まあ、レリックじゃなくて、まあ、レリックだ、うん、最近のになるけど、まあまあまあ、なんかそのちょっとレトロな感じが、うん、まあ、なんかこう初めて見たけど、はいはいはい、私的には好きだなっていう、ちょっとやっぱり、まあ、渋いとこ行くね。そうですね、あれや弾けたらかっこいいですよね。弾けない。それどのモデルが良かったとかある？あの、もう売れちゃったんですよ。なんか、うん、フェンダー あのターコイズブルーみたいなキラキラした青みたいなのがあって、とレイクプラシッドブルーかな？あ、そうか、そうですかね。うん、剥がれ落ちた。剥がれ落ちた。剥がれ落ちてたんですよ。まあ塗装がこう、そうですそうです、ね、そうです、はい、そうです。モデルわかんないんだ。ストラトキャスト。ストラト？はい。ストラトレイクプラシッド長いこと入荷してないの。あ、そう、ね。ジャズマスター、うん、ジャガー。あ、どうなんでしょう。フェンダーのね、古いやつね。はい、フェンダーの古いやつですね。うん、青なんですよ、青。なんか、それじゃない？あ、違うんですよ、これの。違う、違う。この色じゃない。これ、なんか、これの、もっと、なんですか、ターメリック。ターメリック？ターメリックは、ウコンですよ。ウコンですね。メタリック。あ、メタリック。ターメリックはウコンです。スパイスだ。ターメリックはどっちかというとこの色だからね。ターメリックこっちなの。確かにね、ターメリックこの色。何でしたっけ、ターン、ターン、メタリック、メタリック、メタリックっぽい青がちょっとキラキラしてるんですよ、はいはい、それはかっこよかったです。レイクプラシッドでしょうね、おそらく。うん、おそらくそうだね。まあ焼け方はね、ヴィンテージの個体によっていろいろあるから、はい、うん、まだありますけど、いいですか？あ、どうぞどうぞ。なんかその塗装がされてないギター、ナチュラルの、なんか、あ、ナチュラルっていうんですか、そのなんか木がむき出しの、うん、オイルフィニッシュとかね。あ、そうです、そうです、そうです。じゃあオイルフィニッシュとかかな。そうです、あ、こういう、なんか、そう、オイルフィニッシュだね。目が、ね、木目が丸々出てる。そうです、そうです、そうです、はい、だけどこのなんか色がついてないやつ、うんうん、ナチュラルだ、ね、ナチュラルな感じが飾ってあるだけでもやっぱこう、うん、今の言葉だと映える、はい、なるほど、ね、うん、なんかそれがすごいおしゃれだなと思って見てたりします。結構渋いの好きだね。ああ、そうなんですか。なんか母が結構そういうの好きなんですよ、レトロな感じとか好きで、うんうんうん、でちょっと母つながりでいくと、うん、ヒデの、はいはい、なんだっけ、イエローハート、イエローハート、はい、モッキンバード、モッキンバード、はい、がなんかすごい好きで、なんかそのギターがなんか実家にこうミニチュアフィギュアみたいなのがすごくあったりして、それをこう見たりはするんです、家で。もうギターすごい知らないけど、まあ、母が好きでっていう影響があって、でなんかちょっとだけこう見たりは、はいはい、そうです。だからなんか入ってきたらいいななんて。なるほどね。はい、思っております。はい、はい、モデルって言われたら何がいいとかってある？モデルですか？ストラトとかレスポールとか。ああ、はい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 、そうそうそう、そういうので言ったら、最近はレスポール、はい、こういうやつ、こういうやつあれなんかそう、私興味なかったんですよ、ずっと興味なくって、はいはい、こう、まあ、ギブソンとかグレコとかそういうのを見て、うんうんうん、見てくうちにその形が結構なんか可愛いなというか、おしゃれだなというか。ギブソンここにあるけどね。あ、本当ですか？こんな感じですね。あ、そうです、そうです。このなんだろう、色とかも全部いいですよね、おしゃれというか、好きです。なるほどね、はい、レスポールね、はい、でも持ってるのはストラトなんですよね。はい、エアロダインね。そうです、うん、なんかあれテレキャスターに見えるじゃないですか。見えないよなんかあのカクンカクンってなってるじゃないですか、このこれちょっと勉強した。あ、エアロダインはシェル巻いてるからね、ボディがこうアーチになってるからね。あ、そうです。でなんかこの削られてない、こうストラトみたいにこう、うんうんうん、シュインってなってない。エルボーカットがないのと、R があのきついからちょっとカクカク感じる、ね。あ、そうです、そうです。だから最初ストラトなのかテレキャスターなのか分からなくって、買ったばっかの時とか初めて知りました、はいはい、あれはストラトだっていうのです。まあ、買った時はね、その見た目とかで選んじゃう、ね、そうですね、うん、あの見た目は大事だよ。はい、例えば、はいはい、まあ、自分がね持っててじゃなくて、はい、ギター弾いてる人が持っててなんかかっこいいって思う、はい、ギターとかってある？あの
ギター持ってたらあの人かっこいいなみたいな。そう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 、あーなるほど。アーティストとかもそうだけどさ、え、男性ですか？男性で行く？男性で行こう。男性持ってたらかっこいいギター、うん、そうですね。なんかでもなんかちっちゃいのよりでっかい方がいいですよね、うん、なるほど。何それ、何でしょう。ちょっと意味深だしさ。確かにな、確かにダメだな。いや、いいけど。でかいギターってなんだ。なんでしょう、なんか335とかグレッチみたいな、こういう感じ。あ、箱のやつ、はい、はいはいはい、ボディが大きいタイプ。そうですそうです。なんか小柄な男性がこれ持ってるとこう、うってなるんですけど、うん、でもそれをなりながら淡々と弾いてる、弾いたりとか。でも おじさんが持ってても渋くてかっこいいみたいな。なるほどね。なんかそのごついというか、やっぱ男性ならではって言ったらいいんですかね、こういうの。なるほど、ね、るは、うんうん、箱ね。そうですね、箱物か、うん、いいっすね、確かに、うん、はい。これこれかっこいいです。なんかホワイトハルゴン、はい、この色とここの部分ビグスビーですね。このこれが絶対他のギターにはない、うん、なんか同じのが嫌なんですよ。これ買ってくれたら嬉しいな。買ってくれたら嬉しい。私におねだりしちゃってる。はい、そうですね。でもこれ持って弾いてなんかジャズとかですか、ブルース、なんか、うん、やっぱホワイトハルゴンね、結構何でもできるというか。あ、そうなんですね。結構いろんなジャンルで使ってる人いるから。ほうほう、ロックでも全然いるし。じゃあオールマイキー意外と、ね、に使える、はい、ギターなんですね。まあ一般的にはね、世界一美しいギターって言われてますけど、うん、ホワイトハルコン。見た目がですか？そうそうそう、綺麗ですもんね。確かにこれが持ってたらかっこいい、弾いてたらかっこいいギターです。女の人もかっこいいですけどね、持ってても、うん、でもやっぱならではっていうのはありますよね。なるほど、はい。ちなみに女性とかは持ってたらかっこいい？持ってたらかっこいいですか、うん、V あ、女子の V かっこいいですね。もう絶対もうなんかギャップ萌え。そうね、なるほどね。V はかっこいいね。あれはもうかっこいい、かっこいいですよね、うん、確かに確かに、はい、という感じで、はい、まあ、ギターだからあんま詳しくない人から見ると、ね、こういうギターかっこいいな、うん、ああいうギター持ってる人っていいよなっていうのを、まあ、ね、聞いてみましたけど、はい、まあ、ティッシュ楽器新人で、平林おりますのでよろしくお願いします、はい、という感じで、はい、ご来店お待ちしております。ありがとうございます。TC 楽器ではゆったりとした思想スペースもご用意させていただいております。一緒に座ってゆっくりお話ししましょう。